2004年のアテネパラリンピックで銅メダルを得たカナダのパラリンピアンカレン・ブレインの練習風景パラ馬術競技は国際馬術連盟がルールを国際管轄する死体不自由または視覚障害のある選手向けの乗馬スポーツの総称である馬場馬術競技と馬車競技の2つがあるルールは通常のドレッサージュドライビングのルールを一部改変し 選手の障害の軽重に応じて、複数のグレードのいずれかに振り分ける点に特徴がある。パラバババ術競技は、1996年、大会以後、パラリンピックの正式種目である。パラバババ術競技のみを念頭に置いて、これをパラバ術と呼ぶことも多いが、本校においては、パラバ術とパラババ術を使い分ける。なお、パラバ術に、障害飛び越しは、現状ではない。 2000年のシドニーパラリンピックで金メダルを得たオーストラリアのパラリンピアンジュリー・ヒギンズの同大会におけるシギパラ馬術競技は同競技を統括する競技団体である国際馬術連盟により以下に述べるパラババ馬術競技とパラ馬車競技の2種目が含まれるものと定められているパラ馬術競技におけるグレード I の競技内容は情報のみ施行であるがフリースタイルにおいては 速歩も許容される。グレード2の競技内容は、上歩及び速歩試行である。グレード3になると、上歩及び速歩試行とするが、フリースタイルにおいては、駆け足も許容されるになる。グレード4では、上歩、速歩及び駆け足、フリースタイルにおいては二定席運動しても良いと、さらに演技の幅が広がる。グレード I から、グレード4までは、 4 0 x 2 0ルの広さのババを用いる。グレード部位においては6 0 x 2 0ルの広さのババを用い、競技内容は、上歩、速歩及び駆け足、円運動、3、4回の等方変換及びに定石運動となる。全グレードにおいて、機種が性別別に分かれて競技することはない。例えばパラリンピックのように、国家代表チーム同士が競技するような、 競技大会においては、各チームは必ず一人、グレード1、2または3に該当する機種を含まなければならない。2012年現在、身体障害者と視覚障害者に競技資格がある。パラ馬術の2種目目は馬車競技である。キャリッジドライブとも言う。全グレードにおいて、男女の区別なく、競技が行われる。パラ馬術競技におけるクラス分け体系は、 体の障害や視覚の障害の程度に応じて段階的に設定された体系であって国際馬術連盟により国際的次元において策定される体系である。まず、パラ馬術競技の競技者として的確なのは体または視覚に障害のあるものである。具体的には筋力障害、当て当然、関節可動域制限、緊張更新症、死血損、 運動失調症、足長さ、低身長、視覚障害のあるものである。公平な競争になることを期して、競技者は、グレード1から5までの5段階のクラスのいずれかに、振り分けられる。パラ馬術競技においては競技者の性別は考慮されず、競技は男女混合で実施される。クラス分けは、国際馬術連盟が、国際的に干渉する。 国内次元でのクラス分けは各国の競技者団体により管轄される。例えば、オーストラリアのパラバ術ツ競技とクラス分けはオーストラリアパラリンピック委員会により支援を受けるナショナルスポーツ連盟が管轄する。オーストラリア国籍のパラバ術ツ競技者が利用可能なクラス分けは3種あり、地方レベルは乗馬クラブ代表選手が国家レベルは州代表選手が国際レベルは 国家代表選手が利用できる。クラス分けの際、クラス分け担当者は、選手の動作範囲、強度、協調度合いなどの事故を観察する。クラス分けを受けた選手は、I から V で表されるクラスと、プロファイルを受け取る。プロファイルは、バババ術であれば1から39の数字のいずれかで、表され、バッ競技であれば1から32の数字のいずれかで、表される。 プロファイルは選手に適した装備品を示すものである。パラババ馬術にはグレード I から V まで5つのクラスがある。フェイの定義ではグレード I は情報指行まで、グレード2は情報を主として中間速報に至らない早足をしても良いとされる。グレード3では機種は駆け足に至らない初歩的な指行をしても良い。グレード4では初歩的な指行をしても良い。グレード V では 初級から中級レベルの試行をしても良い。パラバ社競技にはバババ術とは異なるクラス分けの体系がある。グレード I とグレード2の2クラスになっている。グレード I は日常において基本的に車椅子を使用しているもの体幹の機能が限定的であるもの腕が不自由なものが的確を許する。グレード2はグレード I と同様に車椅子、体幹、 両腕に障害があって、その程度がグレード I には該当せず、健常者と同列で競技しようとすると不利になる者が的確を有する。2012年のロンドンパラリンピックに出場したオーストラリアのグレース・ボーマン。脊髄損傷による下半身不遂でグレード2の出場。通常のババ馬術の装備に2つの装備を追加している。パラ馬術競技は パラリンピック競技の中でも、とりわけ傷病率の高い競技である。パラ馬術競技のための装備品は、このことが念頭に置かれて開発されている。落馬時に容易に外れ、機種を防護することができるように、多くの装備品で、メンファスナーとラバーゴムが使用されている。さらに、機種が確実に馬質を制御し、馬質に引きずられることのないように、 装備品に改良と調整が常に加えられている。普通のクラにはない干渉体が追加されたパラ馬術競技専用のクラもある。専用のクラを使わない場合、毛羽の柔らかい織物をクラと機種の間に当てる場合もある。パラ馬術競技の選手はクラシファイアにより、クラスとプロファイルが付与される。プロファイルは障害の種類を表す標識であり、競技において使用できる。 装備品を示すため、同じ階級における装備品の違いを明らかにする役割もある。装備品については、国際馬術連盟が策定した規定中に定められている。パラ馬術競技の競技会は、国際馬術連盟の一般規定に基づき、大まかに分けて、国内競技会、国際競技会、国際競技会に分類される。高いレベルの国際競技会としては、パラリンピック、 選手権大会などがある。パラリンピックは1996年のバルセロナ大会からパラババ馬術競技を種目に採用している。パラマイナスであるか否かにとらわれず、馬術競技の大会という視点から見た場合、世界で最も大規模な馬術競技の大会はオリンピックであり、2番目がパラリンピックである。パラリンピックで実施される全競技の中で動物と共に競技するものは、 パラバババ術競技しかない。日本のパラバ術競技の競技者団体である日本障害者乗馬協会は最低6カ国以上が代表選手を参加させ、さらに団体競技も開催されるクピディ3以上に分類される競技会で所定以上の成績を獲得することをパラリンピックに向けた指定協技選手制度における選手の条件にしている。最初の公式な パラリンピックは1960年にローマで開催され、以後も開催が継続するが、この頃の競技者は車椅子に乗るものに限られていた。1976年の夏季パラリンピック競技大会から徐々にその他の様々な障害を持つ競技者の参加が可能になった。1984年の夏季大会では、脳性麻痺障害を持つ競技者だけが参加を許される。 競技クラスの設置が認められ、1992年の夏季大会では、機能的障害のタイプに基づいて、国際パラリンピック委員会が決めた、組分けが適用されるとともに、すべての障害のタイプの競技者が参加できるようになった。パラババ馬術競技がパラリンピック種目に加わったのは1996年の夏季大会からである。国際馬術連盟は2006年から、 パラ馬術競技を管轄下に組み入れ、例えば視覚障害者が同じグループで競技するというように身体的障害のある騎乗者が同様の身体的障害を持つ騎乗者同士で競うものとした。1983年に小児脳性麻痺国際スポーツレクリエーション協会が小児脳性麻痺を持つ馬術競技者のクラス分けを実施した。CPS らは小児脳性麻痺を 結果的には、不自由な状態をもたらしているが、進行はしない、脳病変であると位置づけ、さらに同様の非進行型の脳損傷も含めて、競技的確があるものとした。CPS らはまた、2分脊椎症者については、歩行機能に障害があるという診断があれば、的確とし、症に脳性麻痺者が転換も合わせ持っている場合は、競技に支障がない限り的確とした。 脳卒中脳梗塞の後遺症を持つ者については、医師により、問題がないと判断された場合に適格とした。多発性硬化症、筋ジ,ジストロフィー、関節硬縮症を持つ者について、CPS らは、クラス分けの対象としたが、国際社イス切断者協議連盟は、クラス分けの対象としなかった。なお、ここで略述した CPS らにより障害を持つ。 馬術競技者のクラス分けルールは、元来は陸上競技者のクラス分けのために作られたものである。パラリンピックバルセロナ大会では身体機能の状態を客観的に捉えることの難しさの問題に直面し、国際パラリンピック委員会は2003年に新しいクラス分けを考えていく計画を明らかにした。この時に始まったクラス分けの議論は2007年まで続き、 最終的にパラリンピックに出場する資格を持つ選手の障害として10種類を設定した。しかし、クラス分けは個別の競技ごとに適格性を有する選手がどのクラスに組み入れられるかが明らかにされていなければならない。そこで国際パラリンピック委員会は競技ごとに成立している国際的な競技者連盟に国際パラリンピック委員会が決めたフレームワークに 沿ったクラス分けのルールの設定を任せた。パラ馬術競技の場合は、国際馬術連盟がこれを担い、調査によって得られた証拠に基づいて、クラス分けをする新ルールを設定した。2015年1月には、フェイルールの第4版が公開された。メディアは、パラ馬術競技の競技者を、障害持ちの天才として、取り扱いがちである。メディアは、障害を持つにもかかわらず、 優れた、スポーツ選手といった、通り一遍の競技者像を提供し、各々の障害の種類によって規定された条件については滅多に考慮しない。さらに、馬筆と共に実施する競技であるにもかかわらず、馬筆に焦点が当たることはなく、競技者がインタビューを受ける場所は決まって、バグ収納庫である。ありがとうございます。